電動式芝刈り機の霊芝刈り機は、芝生が長くなった時にその草丈を短く刈り込むための機械である。芝生は草丈を短く刈り込むことを長期にわたって繰り返すことで、低い草丈の草地を安定的に維持することによって整備される。そのためには、草丈をごく短く刈り揃える必要がある。芝刈り機はそのための装置で、普通は手押し者の形式で、 その底面に回転する葉を備え、これが回転することで草の葉を切り揃えるようになっている。手押し者を押して回れば草刈りができるものである。また、買った草をそのまま放置すると芝が覆われて枯れるので、刈り取った草は集めて片付ける必要がある。芝刈り機には買った草を回収する仕組みがついているものも多い。家庭で使われる小型のものから、 ゴルフ場やサッカー場などで使われる大型のものまである。また、起動時期を芝生にしている。鹿児島市交通局では2010年以降、芝刈り電車を運用している。実際に芝を刈っている様子に種類あり、一つは自動、もう一つは手動である。自動のものは電動機、またはエンジンで刃を回転させる機構を装備しており、エンジン式の場合、燃料はガソリンを使用する。 小型のものは人が手で押して使用し、大型のものは運転台があり、人が乗って操作する。手動のものは動力を持たず、人が後ろから手で押すと車輪と連動して、歯が回転する構造となっている。2014年4月2日、ホンダモーターヨーロッパリミテッドは自社の HF2620、開始ばかり機にて最高時速 187.60km を記録し、 芝刈り機の世界記録を塗り替えた。元のモデルは、欧州で生産、販売されている、庭園などでの利用を想定した、排気量 614cc のエンジンを搭載した、大型乗用機種で、それに、自社の VTR 旋回用エンジンとパドルシフトの6速トランスミッションを搭載するなど、大規模に手を加えたものである。英国ツーリングカー選手権に、ホンダ車で参戦している。 チームダイナミクスが開発にあたり、芝刈り機としての速度記録への挑戦なので、芝刈り機能も残されている。ありがとうございます。